わなければ勝てない。兄の捕獲作戦が決行された後、エルヴィン団長を含む調査兵団の主力はストヘスクにとどまり、事後処理に当たっていた。一方、調査兵団の他の兵士たちはウォールローゼ南部の拠点に駐屯していた。お前ら、すぐに支度しろ。え、今日は訓練はないはずじゃ。ウォールローゼ内地に巨人の群れが現れたらしい。え、それが本当なら壁が破られたということになります。私たちだけでは。兵団の主力はストヘスクから戻っていない。まずは現場に近い俺たちで状況を確認しておく必要がある。それともう一つ、妙な貴公子の目撃報告がある。厄介な奴なら早めに駆除しておかねばなら。妙って、あの、貴公子はみんな妙ですけど。詳しいことはまだ何も分かっていない。とにかく行ってみるしかあるまい。巨人が村に。まだ人が残ってるんだ。助けてくれ。手分けして村の住人を探そう。ここまで連れてくればなんとかなるだろう。さばいて。生存者を発見したら縁談で知らせて。救援要請。潰す。確認。村人を見つけたな。急いで保護し、目標地点まで連れて行こう。
潰す。巨人を確認。複数体いるぞ。狙う。ありがとね。助かったわ。一番ヤバい時の色だ。せっかく補給物資を見つけたのに巨人に囲まれちゃったよ。
に追いつかれる。こっちだ。俺が巨人を引きつける。村人はお前たちに任せた。ミケ分隊長がおとりになったの？一人は無茶よ。ミケさんを信じろ。調査兵団でリヴァイ兵長に次ぐ実力者だぞ。落とした。狙う。落とした。狙う。助けられるだけ助けたな。ごめん。みんな撤退の準備だ。お前ら無事だったか。はい、なんとか。何あれ。まずいよ。17メートル以上はある。巨人っていうか獣じゃねえか。あれか、王国にあった貴公子か。見て、こっちへ向かってくるよ。なぜだ。巨人が一斉に走り出した。早い。まさかあの貴公子の仕業か。このまま撤退しても追いつかれちまうぞ。あの巨人は脅威。倒すしかない。落とした。
してやる。怪我のせいで刃が通らねえ。こいつ巨人ってより獣だもんな。もしかして火が苦手だったりしねえかな。獣の巨人はどっか行っちまったみてえだな。何だったんだあいつ。飛行士が何を考えているかなんてわからないよ。あいつは明らかに他の飛行士とは違ったと思うけど。ああでけえし毛むくじゃらだし、普通の巨人よりも頭が良さそうだったよな。ただの飛行士じゃないとしたら一体。
予想していた範囲は見たはずだが、壁の穴はまだ先なのか。あ、あれは調査兵団か。私は中東兵団リコ・ブレゼンスカだ。で、壁の破壊箇所は特定できたか。いえ、この先は。ここは中東兵団による防衛ラインだ。これより先に巨人の目撃報告はない。穴を見落としたということは、巨人が通れるほどの大穴を見落とすなんて考えられないと思いますが。おい、大変だ。巨人の群れが現れたぞ。本体が囲まれちまってる。なんだと。すぐに戻って本体の離脱を支援しろ。中東兵団も準備が整い次第加勢する。はい。巨人に包囲されたか。何としても全滅は避けなければ。俺たちがおとりになって巨人を引きつけましょう。その間に本体を離脱させるんです。よし。馬で走っているだけではいずれ追いつかれるな。足の速い巨人はおびき寄せて一匹ずつやるしかないんじゃない。行く。縁談に苦戦してやがるのか。おとなしくしてろ。岩が飛んできたぞ。まさか巨人が投げたの。全員立ち止まらないで標的になる。悪いな。相手してる。おとなしくしてろ。どうしてバケツ。俺の敵じゃない。まとめて相手して。
調査兵団の離脱を援護する。砲台の準備を急げ。リコ班長、巨人がこっちに気づいた。準備が整う前にやられちまう。準備が終わるまで耐えるんだ。巨人迎撃のため立体機動に移るぞ。周辺の巨人は我々が引き受ける。そこの砲台を利用してくれ。そろそろ本体は砲位を脱出できたか。あれは集合のアイス。連弾の場所へ向かうぞ。できねえ。獣の巨人が出現しました。間違いありません。あいつは動きが読めず厄介です。先に仕留めましょう。そこに向かおう。馬が一頭でも残っていてくれれば。
馬が残っているぞ。よし、これで作戦に復帰できる。こんなところで死ぬのはごめんだ。した時は火で撃退できた。俺捨てていくか。くそ、また巨人が集まってきたぞ。まさか獣の巨人が呼び寄せたってのか。何度も巨人を呼ばれるわけにはいかねえ。周りの奴らを減らしたら一気に奴をやる。まとめて相手。危機は切り抜けたようだな。しかし妙じゃねえか、穴は開いてなかったんだろう。はい、それは確かです。壁内で巨人が湧いたとしか。巨人化できる人間が壁内にいたとすればあり得るが、さっきの巨人どもはどう見ても普通の巨人だったぞ。いや、普通じゃねえのも一匹混ざってたな。獣の巨人ですね。調査兵団はすでに何度か遭遇しています。報告は聞いてる。巨人の群れにいつも混ざってんだろう。しかも毎度姿を消しやがる。単なる貴公子ではないと。わからんが、とにかく一旦拠点に引き返そう。内地からの増援も到着している頃だ。
ストヘスクからウォールローゼに戻ったリヴァイは調査のため巨人の襲撃を受けたという町に入っていた。生存者はいたか？一人もいません。みんな食われちゃったんでしょうか？でも死体が一つもないなんておかしいですよ。どこを探しても血の跡すらありませんよ。じゃあ町の連中はさっさと避難したってことか？そうですよ、きっとそうです。そんな情報は入ってねえし、避難した痕跡も見当たらん。ってことはどういう？さあな。兵長、町の周囲から巨人の群れが接近中です。チッ、迎撃するぞ。統制の取れた奴らの動き、おそらく獣の巨人が近くにいるだろう。巨人を殲滅し奴をあぶり出す。中央で戦えば囲まれて不利になる。四方の塔を使って戦え。縁談、苦戦してやがるのか。無視はできねえ。有利に戦えるね。こんな好条件めったにないよ。ああ、
だがのんびりはしていられねえ。塔が奴らに壊されるまであとどれほどか。崩れそうだ。まずいな。行く。やばい。負けちまう。わかりました。おとなしくしろ。このまま押し切れそうだぞ。助けが必要だな。おとなしくしてろ。どうして化け物。損傷がひどい。気をつけろ。くそ、巨人にやられっぱなしだ。そろそろ出てきても良さそうだ。読みが外れたか。獣の巨人を確認。こっちに来るぞ。好き放題やりやがって。だがそれも今日までだ。クソ毛皮野郎。思った通り巨人に塔を狙わせた。今なら奴を直接叩け。行くぞ。まとめて相手して。まとめて相手して。まだこっからだよな。どうした。負けろ。
の色ってさ、救援要請だよね。あなたは調査兵団の。助かりました。憲兵団も協力します。あの巨人は新兵の手に余り。お前ら、腹をくくれ。
波の巨人より少し手間取ったが、てめえは火に弱いんだ。その毛を残らず燃やしてやる。一匹も残さねえ。取り逃がした獣の巨人の行方を追っていた調査兵団はウォールローゼ郊外の城跡まで進出していた。古城か。ミケ分隊長、あれは。巨人にやられたんだな。あれ、でもなんで立体起動装置をつけてねえんだ。馬も殺されてる。巨人は馬に興味はないはずなのに。普通の巨人はそうだが、あの猿はどうだろうな。剣を抜け。え？巨人の群れが近づいてきている。それにあの巨人もいる。獣の巨人ですね。ああ、これはチャンスだ。ここで決着をつける。デミエ班出発しました。うまく別動班が逃げ道を封鎖してくれれば、ここで獣の巨人を仕留められる。続け、俺も行きます。戦うぞ。俺たちは奴らをこの城跡に誘い寄せる。続け、私も行きます。ヘマするなよ。私も行きます。Yeah.
してやがるのか。面白い暮らしやがった。ヘマするなよ。私も行きます。巨人の投石だ。潰されないように気をつけろ。どうした？補給班、急いで物資を運ぶんだ。くそ、物資を運ばなきゃいけねえってのに巨人が邪魔すぎる。まとめて相手して。どうした？やった！これで物資を運べるな。よくやってくれた。物資を運んで補給地点を作るぞ。助かった。救援要請。無視はできねえ。まとめて相手して。面白い暮らしやがった。俺の敵じゃない。行く。別動班はまだかよ。俺たちがやられちゃ挟み撃ちもクソもねえぞ。あの投石をどうにか締めとらん。誰か手の空いてる奴がいれば。まとめて相手して。俺がおとりになって投石を引きつけます。その間に他の巨人を片付けてもらえますか。獣の巨人め、そんな石ころが当たるか。当てられるもんなら当ててみやがれ。俺の敵じゃ。あれ。またお前はそうやって真っ先に。ダイナ、死ぬなよ。くそ。こんなところで死ぬわけにはいかねえだろう。ああ、ライナー、一緒に故郷へ帰るんだ。ユミルが巨人に狙われてる。私が助けないと。助かったけどよ、私なんかのために身を危険にさらすな。気にしないで。これは自分のためでもあるの。無事でよかった。クリスタ、やっぱりお前は前線から引いた方が。ユミル、私はここで最善を尽くしたい。だって自分で調査兵団を選んだんだから。おとなしくしてろ。巨人多数、さらに接近中。このままでは守りきれません。いや、どうやら間に合ったらしい。手なくるなよ。ありがとうございます。わかりました。お待たせ。今包囲班を展開中だよ。あとは南東と南西の道を封鎖しないと。道の封鎖を支援しろ。獣の巨人が気づく前に退路を断つ。あれ、あっちは苦戦してるのかよ。
つか必ず。よし、用意できたね。包囲波展開するよ。あっちは追い詰められてるみてえだ。あそこで騒いでるのサシャか。また恩を売るいい機会かもな。巨人が邪魔だな。さっさと駆逐して包囲班の展開を急がねえと。やったぞ。これで包囲網を広げられる。包囲班展開。おのおの配置を確認せよ。手出しなよ。まとめて相手に。わかりました。俺の敵じゃ。くそ、狙いが合ってきやがった。これ以上は投石を引きつけられねえな。このままじゃ味方が展開できねえ。早く巨人をやっちまわねえと。助かりました。おかげでここは確保できましたね。よし、急ぎ迎撃態勢を整えろ。防衛線をやめられるな。おとなしく。邪魔するなら容赦しない。感謝します。次は包囲班の出番です。早く包囲を展開するわよ。補給班も用意を。まとめて相手して。ジャン、落ち着けよ。味方と協力するんだ。新手の巨人、また来ます。危なくなったら私が駆けつけるから教えて。時間がかかりすぎて。ある。急ごう。いつ獣の巨人に気づかれるかわからないよ。獣の巨人、今日という今日は倒させてもらうよ。今度こそ獣の巨人を討伐するぞ。まとめて相手に。てめえの毛全部燃やして、その後でうなじを削いで。
命を捨ててでもあいつを駆逐してやる。エレン、命は捨てないで。私が守るから。おとなしくしたい。あの縁談、面倒な奴が現れたみてえだな。まとめて相手して、まとめて相手して。俺の敵じゃない。あの巨人は神兵の手に余る。やるか。闇の巨人より少し手間取ったか。助かった。まとめて相手して。また新手の巨人です。複数体接近してきます。おとなしくしたら。
獣の巨人を逃がしたか。鎧の巨人接近、全員体勢を整えろ。獣の巨人を仕留めるのは諦める。今は目の前の鎧の巨人に集中しろ。どうして負けたのか。
各兵団の精鋭たちによる必死の活躍により、ウォールローゼ内地に現れた巨人たちはあらかた撃破された。しかし内地に現れた巨人の謎はついに分からず、兵士たちは言い知れぬ不安を抱えたまま町へ帰還した。兵長、奴らを逃がしたまま帰還してよかったんでしょうか。見つけて殺すまで壁内をさまよいたいなら、お前だけそうしたらどうだ。壁に穴は開いてなかったということは、奴らは壁を自由に越えられる可能性が高い。だとすれば向こうから現れてくれるのを待つしかないということですよね。ああ、壁内に現れた普通の巨人たちは壁を越えられないと思うけど。うん、そこが不思議なところなんだけど。今の音、まさか。エレン、クソ。ガキども、ぼさっとすんな。巨人どもをただ眺めるのがお前らの仕事か。この世界を地獄に変えたのはあいつらだ。駆逐してやる。また繰り返すつもりなのか。今は感情的になっている場合じゃない。とにかくこの街で止めないと。超大型巨人が動いた。オード側の壁も壊すつもりなのか。そうなれば人類の活動領域を致命的に狭まる。何としてもここを死守するんだ。助かる。超大型とはいえ巨人に変わりはない。まずは足を崩して動きを止めるんだ。私は例の兵器を準備するから目標地点まで援護してくれ。分隊長、手伝います。よし、兵器の準備ができたよ。これで超大型巨人を狙うんだ。救援要請、無視はできねえ。
やりにくそうな相手だ。中身の野郎の面を拝まれよ。かなり壁に近づいてきたぞ。壁を壊される前に早く止めて。助かった。目型と同じように中に誰かいるんだ。すぐ引きずり出してる。
しねえとヤバいのに。誰か目標地点まで援護してくれ。援軍、ちょうどよかった。力を貸してください。先に足を崩してから一斉に畳みかけるぞ。やる。巨人に食われちゃう。誰か手を貸せ。
消えた。まだ中身がその辺にいるはずだ。巨人の体をまとっていた野郎が。よせ。兵長、なんで。トロストクで奴が消えた時と同じだ。中にいた奴は用意していた立体起動装置でもう遠くへ逃げているよ。卑怯者が汚れぞ。エレン、くそ、あと一歩で。お前のやるべきことはその時々の感情に身を任せることか。足りねえ頭でよく考えろ。お前がこれからできることをな。本部へ戻るぞ。いつか必ず駆逐してやる。一匹残らず。Thank you.